ハロー YouTube。カッパドキアに来てます。カッパドキアの気球ツアー、ちょっと一回行ってみたかったんですけど、もう今高度何百メートルですかね。さっき500メートルって言ってたんですけど、もう700、800メートルぐらいまで行ってんじゃないでしょうか。ね、気球はですね、ちょっと上見せてもらっていいですか、上。こんな感じで制御してます。キャプテン。Yes. What's your name? My name is Ahmed. Ahmed さん。Wow. Be good. Thank you so much. Welcome to Cappadocia. すごい。さっきからずっと気球を操縦してもらってます。いや、この絶景すごいっすよ。この下見てください。下、これ。この気球の山。ね。ということでね、1時間ぐらいの気球ツアーなんですけども、今はね、1月2日ということで、2024年1月2日ということで、朝のですね、我々6時40分に、ホテルを出て、まあ、これもカッパドキアの本当に遺跡というか、中にあるみたいなところなんですけども、そこからですね、車で、2、30分ぐらい行ったところから、まあ、レストランみたいなところで軽く軽食をとって、すぐのところ、気球の乗り場に行きます。そしてそこから1時間ぐらいの気球ツアー行きます。10分ぐらいね、気球温めるのを待って、そこからフライトです。もうね、今30分ぐらい経ったかな、もう3、40分ぐらい経ちましたかね。高度をどんどん上げていってですね、今日はですね、気球100機以上飛んでるらしいです。ハイシーズンは5月から6月ぐらいなんですけども、その時は170機も飛ぶということで、かなり壮観な眺めでございます。ぜひですね、皆さんも、カッパドキアね、トルコのカッパドキア、この気球ツアーは一見の価値ありです。ということで行ってみてください。行ってらっしゃい。ドコモ、AU、ソフトバンク、どれでもつながるホリエの Wi-Fi。 タイ、韓国、アルバニア、どこでもつながるホリエの Wi-Fi。 ホリエの Wi-Fi で行ってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円。いってらっしゃい。インターステラテクノロジーズでは、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております。